どうもアルダンです。今回はちょっとネタ切れ感があるんですけれども、短めのものでホースガイドローラーをご紹介したいと思います。こちらは Amazon なんかでもいろいろな業者から販売されているんですけれども、私は今回楽天のアズーリカーショップから購入いたしました。4個セットで送料を含めて2300円ぐらいで購入しました。他にも2個セットでっていうのもあるんですけれども、通常私は2個で十分かなって思ったんですが、壊れた時のためとかそういう予備として持っていてもいいのかなと思って4個セットにしました。使い方はタイヤの角に差し込むだけっていう簡単な使い方なんですけれども、洗車時にホースなどを取り回す際にこのガイドローラーがあることによって、ホースがタイヤとの隙間に挟まって引っかかるようなことがなくなるといったちょっとしたお助けアイテムになっています。実際に使ってみると本当にこれ引っかからないんですよね。これだけのもので値段はちょっと高いかなって思うんですけれども、今まで洗車でイライラしていた時間とか労力を考えると全然これお買い得だと思いました。ネットなんかでは100均のお皿みたいなものを切って使えば、まあこれと似たような感じでホースが引っかからないようにできるっていうアイデアもあるみたいなんですけれども、これは完全にローラー状になっていてホースが本当に滑らかに引っかからないで取り回すことができるので、いろいろ自分でアイデアを出して改善するのもまあいいんですけれども、確実に簡単にこの不満を改善できるこちらの商品がすごくおすすめです。以上、参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。